はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイク、岡さんですね。はい、OK さん。はい、エリートのエキストラエディションですね。よいしょ。で、間に合えばちょっと今日発送するんですけど、今ちょっと4時になったところで。ちょっと微妙なところなんですよね。ちょっと開封途中で山瀬さん来てしまった場合は、火曜日かな、月曜日、まあ、出せなくはないかな。まあ、一応山瀬さんの方から、自動のね、発送メールが行くと思いますので、それをね、持って発送と書いてください。はい。じゃあ行きます。はい。ですね。これもね、すごいエンボスで綺麗ですよね。うん、赤が通常ですね。はい。で、シリアル。はい。はい、499。で、サインですね、ここ。TJ ニコルス。タンパですね。ノンシリカ。はい。それと、あ、コリン君だ。ね、はじめインサートにいましたね。うん、まあ、インサートにいるんでね、期待されてる選手というね、感じになってる。はい。アリゾナか。お、エルドリッチ。これシリアルでしょ？はい。どこだ？ここだ。はい。2002のエリートのデザイン。あ、彼はボードラにいたよね。大カットだ、しかも。お、スタッツだ。背番号いくつこれ？44か。はい。背番号の方が来ましたね。はい。ステータス。うん。44番なんだね。背番号。で、ドミニカの子の199。オートジャージ。下もドミニカの子。違う方か。ね。はい。おお、ステータスね。珍しいよね。はい。金座下大カットか。はい。通常だね、赤だもんね。で、ヒロワイアットさんだ。60ですね。はい。で、サインですね。メイソン・モントゴメリ。はい。モコモンゴメさん。青通常と。で、ドミニカのこの149ですね。で、ベース、ザネットロさん。あ、ダイランクルーもいるね。はい、あんま見ねえな、でも。バレステロス。あ、レデンプション。いきます、せーの。まず、バレステロスさん。349。で、コルト・エマーソン。はい。ベースレトロの大カットオートだ。2002の。あれの大カットのオートって見たことないよね。結構少ないんじゃないかな。はい、コルト・エマーソン来ました。ねえ。はい。クリス・サンテス。クリス・サンテスさん。これはこの中なんだね。この中が赤だから、通常のインサートってことだね。はい。で、これシリアル。349。と、ルックさんもボードラにいたよね。ジャイアンツだっけ？はい。ね。それと、メモラ2枚目。マックさんもいたよね、確かね。はい。ということで、コルト・エマーソンのレデが来ましたね。2002の大カットなので、あまり見ないな。といえば見ないですね。ちょっと待ってね。サイン系は全部入れますんで。まあ、ちょっとどの道、今日出しますんで。
どの道片付けないといけない。はい、ステータスノートも来たしね。うん。よいしょ。まあ結構いろんな種類があって、その中からこうじゃんけんポンって感じで出てくるっていう。まあドミニカの子とかもね、まあ2枚が多くて2枚かな。3枚ぐらい出たのもなかったからね、今まで。あ、来ちゃったかな。違うか。あ、来ちゃった。あの、発送、はい、明日、明後日になると思う。すいません、来ちゃいました。はい、ということで、発送、まあどの道火曜日出てくるんで、火曜日、はい、あのヘリテージ発送しないといけないんで、火曜日発送で、はい、水曜日チャックかな、最短でね。それでお願いします。はい、ということで、まあこれも2002のあのエルドリッチ、それのダイカットオートですから、ダイカットじゃないサインもあるからね、えどうでしょうね。まあ結構確か上位陣だったような気がしますね、うん、はい、じゃあこちらで、発送は多分火曜日行います。ありがとうございました。